間のスポンサーの提供でお送りします。新車情報86でございます。私は三本和彦です。天高く馬越えるというのは馬が太るのかと思いましたが、そうじゃないんだそうですね。外敵が来る頃だという戒めなんだそうでございます。ことほどさように人間というのは誤解しているところがございますけれども、何を誤解したか、江戸涼子さんをプレゼントにくださいというハガキがこの頃ボツボツ舞い込んでおります。その江戸涼子さんの何でもインフォメーションでございます。はい、今日の何でもインフォメーションはこの番組でも何回か取り上げましたが、10月の1日から道路交通法の改正の一つといたしまして、シートベルトの着用が義務となりました。この件に関しまして当番組の名キャスターでいらっしゃる三本さんにもう一度ご意見を伺いたいと思います。名キャスターってのは迷う方なんでしょ。で、今までにすでにそのシートベルトの着用義務というのは高速道路であったわけですね。で、高速道路でシートベルトを締めていないともう罰則が適用されるようになっていたと。それがいつまでたってもシートベルトを締める人がいないので、この11月から、シートベルトを一般道でも締めなければいけないということを法律で決めて実施するということになったんですね。はい、そして11月からシートベルトを締めていないと、おまりさんに咎められて、そして免許証に我々の方では減点と呼ぶんですけれども、いわば罰点を1点つけられるという罰が加わるわけですね。で、そういうことについてどうかと聞かれると、私は今までこのテレビ局だけではありませんが、方々の局で言ったんでございますけれども、シートベルトはしていないよりしていた方がより安全であるということは私は自分の経験からも言えると思うんですけれども、ケースによっては、これはレアケースですが、極めて稀なケースによっては、シートベルトがあるために、あるいは命をなくしたり、あるいは大怪我になったりという可能性もないではないわけです。で、シートベルトはもう車に装着することはずっと前に自動車メーカーの方に義務付けられまして、シートベルトはついております。それをドライバーがするかしないかは、本当はドライバーの判定でやりたいもんなんですね。ところが、いつまでたってもシートベルトを締める人が少ない。だから、路上で、大きな事故を起こして死んでしまう。死んでしまうと、国家的な費用がかかるとか、社会的な費用がかかるということで、法律で、シートベルトをさせれば、そういう費用が少なくなるであろうという考え方は、いかにも、その権力が勝手な考え方をしているようで、しかも市民の考えを無視しているようで面白くない、とこう思うわけですね。それから、助手席に座っている人の場合も、運転車が助手席に立てなかったということで、そう、これもバカバカしい話なんですが、ドライバーが自分で、シートベルトをしなくて、罰点を与えられるのはこれは仕方がないとしても、パッセンジャーが隣に乗る人がシートベルトをしていないと、これもドライバーの責任になると、運転者の責任になるというのはよくわからないんですね。で、英国の場合は16歳未満のものに対してはドライバーが責任を持たなければいけない。しかし16歳以上ならばその本人が罰せられるということになっているわけです。で、日本はね、いつまでたっても、もう18過ぎるともうひげなんか生やしてもうまるで大人ですよね。でも選挙権も与えない代わりにはガキ扱いしていつまでも置いておくというのもどうかと思いますね。このガキは取り消します。扱いするのは良くないと思いますね。で、とにかくこんなことはドライバーの自主的な判断で決めたかったのに法律で決まったということについて私は非常に残念に思っております。三本さんはこのようにお考えですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。都合があるので、陽子さんの意見は聞かないことにいたします。で、とにかくこの番組で今日取り上げる車は、日産自動車から10月の14日にフルモデルチェンジして発表されたエクサでございます。で、エクサというのは昭和57年に、奇抜な格好で現れてまいりまして、それなりのファンを持っていた車でございますけれども、今回のフルモデルチェンジでは、外観も、それから内装も、全部変えまして、そして T バールーフや脱着式のリアハッチをいろいろな形に変えることができる可能性があるという可能性を持たせて、オープンエア走行っていうんですから、天井のない走りもできるという新機構を採用いたしました。そして全部の車がツインカムエンジンで、全部のステアリングがパワーステアリング、ハンドルはパワーで動きます。
で今日話題の中心にするのはエクサのクーペのタイプ B、 これはタイプ A とタイプ B がございまして、タイプ B の方が上等仕様なんでございますが、これとそれの4速オートマチック付きと、それからもう一つはエクサのキャノビーのタイプ B と、これは5速のマニュアル車、この2つをスタジオへ持ってまいりました。でメーカーからのお客様は日産自動車の商品企画室の主管をなさってらっしゃる、あのコマーシャルで有名な川村浩一郎さんでいらっしゃいますが、川村浩一郎さんの顔がコマーシャルでは出ません、ここでとくとご覧いただきたいと思います。ところで川村さんには久しぶりにおいでいただきましたけど、はい、コマーシャルでは川村浩一郎が作ったって言ってますね。あ、そうですか、参ってました。ところで川村さんはいつ日産お入りですか。昭和39年です。あ、それで今までにどんなお仕事を携わっていらっしゃいましたか。一時研究所にも行きましたけども、大体設計で車体を長くやりまして、ああ、それから、今やってますね、車のまとめの仕事としてはブルーバードを8年ほどやりました。8年、そうすると2モデルやったことになりますね。そうですね。ああ、はい、それから今年からこのエクサシルビアの担当ということでやっています。あ、シルビアもご担当、はい、そうするとシルビアとエクサを今担当なさってる、はい、ということでますか。はい、それじゃ話は続けますが、ここでご情報通りコマーシャルでございます。それではエクサという車の開発の狙いはどんなところにあったのか、それからエクサという車の特徴はどんなところなのかというお話を伺おうと思います。田村さん、お願いします。新型日産エクサはもっと自由で、そして何より楽しい車をコンセプトとして開発しました。ボディスタイルはモダンで洒落たクーペとユニークで個性的なキャノピーの2つですが、高さは低く、幅は目いっぱい広げたワイド&ローのデザインとし、リアスタイルも一目でわかる特徴を持たせました。またユニークな機構としてワンタッチの TBR ルーフと取り外しのできるリアハッチを備えており、フルオープンでの走行が楽しめます。そしてインテリアも計器板からリアの荷室まで一体のデザインとしてあり、あたかもクルーザーのデッキの感覚を持たせてあります。肝心の走りにつきましても、キビキビしたツインカムエンジンの搭載をはじめ、エグゾーストのサウンド作り、素直で気持ちの良いハンドルと足回りなど気を配りました。こうして都会の公園通りでも海辺の遊歩道でも、そのシーンに応じておしゃれに加えて光と風とサウンドとリズムが楽しめる車にいたしました。私たちはこの車をスタッフ自らが感じるままに夢を膨らませながら作ってまいりました。それだけに新しいジャンルのスペシャルティーカーとしてこの車の感性を感じていただき、そして楽しんで使っていただくということが私たちの願いでございます。はい、どうもありがとうございました。そういう車だそうでございますが、こういう前置きを聞かない前に私はちょっと市場に行ってまいりました。 VTR がいつものように撮ってございます。どうぞご覧ください。これは日産のエクサの D タイプという車です。でエクサはもともとパルサーとかラングレーとかというものと同じベースを使った形の変わった異形の車だったわけですが、今度のものもかなり形は変わっていまして、でデザインをした人、設計をした人の話によりますと、この車は若者を狙ったものなんだそうで、主に2人乗りの、後ろに、まあ、アメリカ語でワンマイルシートというのがありますが、1.6 キロばかりなら我慢して乗ることのできる椅子をつけた、タイプのものです。で特徴としては、キャノビーと呼んでいますが、この運転席から後ろの上物が変えられるようになっています。で残念ながら日本では、役所に認証してもらうのはどっちかの、どれかの形に限定されるわけですので、キャノビーを取り替えて自由に好みに応じて、使うということは、できないようです。でベースになったものはすでにもう先発のパルサーのものを多用しておりまして、で
合うような味付けをしたものと思えば間違いないと思います。ステアリングはパワーステアリングで、それから変速機はこの車には自動変速機がついています。4速の自動変速機で、日産が近頃開発したものですから効率のいいタイプになっています。で、乗った印象はやはり狭苦しくて、スポーティーな雰囲気と言うんでしょうね。この狭苦しいのがスポーツだとは私は思わないんですが、とにかくスポーティーな車というと狭苦しいくらいになっています。でマニュアルの5速もあるんですが、今試乗している車は4速のオートマチックです。でどう引き目に見てもこの車は静かとは言えません。で聞いてみるとエンジンの音でも、それから車の発する音はスポーティーな味付けに音を作曲したんだそうです。例えばこんな音を立ててエンジンが回って、これはツインカムエンジンが 1.5 リッターのツインカムエンジンがついていますが、吹き上がって車が走ると、で、この音がスポーティーでいいものなのだというふうにメーカーでは説明していますけれども、私はいつでも申し上げる通り、自動車なんていうのは音がなければないほどいいので、音が完全にない車なんていうのは作れっこないわけですから、音はなるべく抑えてほしかったんですが、この車はかなりの音がすると思います。でその音が心地よく聞こえるかどうかは個人差がありますので何とも申し上げられませんけれども、私の耳にはこの音がいい音だというふうには受け取れません。しかしエンジンそのものの性能は軽やかによく吹き上がるタイプでして、エンジン回転は7500回転ぐらいまで使うことができます。少なくとも7000回転までは常用することができるという高速型のエンジンが乗っています。内装の作りもスポーティーなものでして、これは前輪駆動で、ありますけれども、センターコンソールの大きいのがついていますから、前席の足元が広いとは言いにくい車です。けれども空気の吹き出し口だとか、それからメーターの配置だとかというものは、運転を阻害しない位置に効率的に取り付けられていますし、このサイドベンチレーションなどは起き上がり式になっていまして、この起き上がり式の角度が2つに変えられるというのはちょっと面白いかなと思います。ステアリングはパワーステアリングですが、油圧倍力付きのハンドルですけれども、ちょっと径が小さいように思いますね。普通380mm、38センチぐらいの径のハンドルが標準だとすると、これは多分それよりも20mm、2センチ以上小径のもので、なんとなくゴーカートに乗ったような気がします。これでパワーステアリングじゃなかったら随分重いハンドルになるでしょうね。高性能タイヤとの組み合わせ、それから小径の反応の速いギア比を選んだステアリングで、大変こうスポーティーな印象で操ることができます。本格的なスポーツカーの手前で、ツーリングカー、普通の乗用車としては空気抵抗などを重視した居住性能をちょっと殺したタイプの車で、いわばスポーティーカーとでも言いましょうかね。それに、エアロ感覚と言うんだそうですけれども、天井などはティーバールーフといって、外すことができる天井がついていまして、オープンカーに近いフィーリングも楽しめるというものです。若者には受けるのかもしれません。特にこの着せ替え人形みたいなところが面白いんですが、これはアメリカで可能であって、日本ではその着せ替えができないというのがちょっと寂しいなと
という感じの異形の スペシャルカーと言ったらいいでしょうかね。そんな車です。エクサのタイプ B、 いつもの山坂道です。オートマチックの変速機を今2にセレクトして走っているんですが、車速がちょっと上がりますとキックダウンが効かなくなります。これは多分排ガスのせいでしょうね。エンジンの高回転を嫌って、しかし40キロ以下になりますとキックダウンが効くようになってますね。ステアリングはほどほどの重さを持っていて、ちょっとまあ径が小さいということもありますが、切れ味はシャープですね。ヤギが多分かなり高いんだと思いますね。監督の626は3回転もしないでしょう。で、基本的な走り味はやっぱりパルサーなどに似てますね。ちょっと怖めの、コツコツした感じのところがありますけれども、しかしシャープなコーナーを曲がりますと、きついコーナーを曲がりますとしなやかさも持っているところが面白いですね。まあ、乗っちゃ面白いもんですが、こういう道ではオートマチックよりマニュアルが面白いかもしれません。エクサのタイプ A の方の、マニュアルのトランスミッションの方です。5速の手動の変速機がついているもの。やっぱりこういう回りくねった坂道は手動変速機が乗って面白いといえば面白いですね。で、運転の上手い人にはこの方が向いてるかもしれませんね。このツインカムエンジンは、まあ、ツインカムって言うと昔は高速側でパワーが出るようにという設定だったんですが、この頃は中低速でもかなりのトルクを持たせてありまして、使いいですね。このエンジン7500回転も回るんですけれども、まあ、使ってもいいことになってるんですが、7500回転なんか使えませんで、今この道を1、2、3速で走るのにまあ、4000回転程度にとどめて走っています。今はちょっと5000ぐらい回りましたけども、で、ステアリングの切れ味などもシャープな感じで、これはまあオートマチックのトランスミッションと同じですが、しかしオートマチックのトランスミッションですとトラクション、あの駆動力を生かしてコーナーを素早く回るということがしにくいんですが、これはそういう点ではいいですね。遊び車としてはこっちの方が楽しいかもしれませんね。まあ、前輪駆動の車もいろんな味付けができるようになりまして、大変スポーティーな味付けになったのはびっくりいたしました。それからいくつか訂正がございます。ハンドルの径が、360mm、36センチぐらいだろうと言いましたが、実は370mm、37センチでございました。それから 1.5 リッター DOHC なんて間違えたこと言ってましたね。 1.6 リッターでございます。それからキックダウンが効かないところがあると申し上げましたが、あれは排ガスを配慮してではなくて、エンジンの過回転防止のために一部ちょっとフールプルーフになっているという話でございました。で、この車の燃費でございますけれども、10モードの運輸省の診察値ですと1リッターで 10.4 キロ走ることになっております。オートマチックの方です。で、私どもはちょっと面白がってやっぱり走ったせいでしょうね。 8.8 キロメーター1リッターで 8.8 キロしか走りませんでした。ちょっと食わせすぎましたかね。それじゃあコマーサルを挟んで、もういつも通りのぶしつけな質問でございますが、よろしくお願いします。とにかく噂の光一郎さんと一緒の出演で何より、その初めにこの車のスタイリングですが、はい、変わったもんで、はい、日本じゃ初めてでしょうね。そうですね。デタッチャブルトップというのはあるんですけれども、はい、デタッチャブルトップで形が全く違うのを持っているというのは珍しいですね。そうですね。どなたの発想で、こういうことこういうデザインをしようということになったんですか。
このデザインの、はい、オリジナルのデザインはですね、はい、私どもの会社のいわばデザイン分室と見るべきところが、はい、カリフォルニアにございまして、はい、日産デザインインターナショナルになります。 NDI、 NDI、はい、日産、はい、そこで生まれました。はい、でそれはどの程度生まれたんですか。こういう、 こう絵描いてきて、でこういうのいいなっていうぐらいの提案ですか。まあ、それではなかなか分かりませんので、はい、粘土のいわゆるクレーンボンドですけど、一応そこまでやりまして。ああそうですか、はい、うん、でそれから、まあ、あとインテリアの中のデザインが、はい、まあ、我々のテクニカルセンターの方でやりまして、はい、それと組み合わせて、はい、いわば実物にしていったと、そういうことです。ああ NDI の人ってのは目の青い人たちですか。そうです。みんなそうなんですか。いや、そうばかりではありません。ああそうですか、はい、日本人もいます。ああで、そこでデザインで提案して取り上げたものっていうのは日産社に他にはまだたくさんあるんですか。は、最近の例ではテラの。あそうでしたね、はい、ああなるほど、わかりました。それで、こう車のいわばこの前の運転席の上の、屋根は、はい、T バル、真ん中のこうね一つ残してこう両側から剥がしてやろうという、はいはい、これは、もうすでにフェアレディー Z では採用してますよね、はい、すだからまあこれはってない、はい、こっちから後ろの形をですね、はい、キャロビー型とクーペ型ですか、はい、それの2つにしたというのは何かあったんですか、理由。これはですね、もともとこの車の基本はこちらのクーペの、これは基本、はいはい、まあ、どっちかといいますとちょっとシックなですね、はい、そういうクーペを作りたいってやったわけです、はい、いろいろやってるうちにですね、まあ、これはデザイナーの方だったかと思うんですけれども、はい、こういう面白い格好もできるよと、はい、でみんな見ましたが、はい、まあ、なるほどそのユニークで個性的だと、はい、じゃこれも一つやってみるかと、はい、そういうことでやることになっちゃったということです。日産自動車ってのはそういうそのちょっとした思いつきみたいなことはなかなか製品にできにくい会社なんですが、この頃はそんなことできるようになったんですか。はい、この頃は割とそういうことができるようになってきまして、うん、はい、私どももまあスタッフ結構面白い面白いって言いながらやったんですけど。ああそうですか。で、大体そのこういうフィクストと言いましょうかね、はい、こう屋根がきちんときちんとってこう取れたりなんかしないタイプのものは、はい、屋根そのものも構造部材になっていて強度を保っているわけですね、はいはい、ところがこれ取っちまうわけですから、これも取れるようになってる、これも取れる、はい、くっついてないわけですから、はい、そうすると随分こうボディは弱くなりますでしょうね、はい、でそれはどんなところでカバーするんですか。その辺のところを随分と、まあ、考えましてですね、ふにゃふにゃになったんじゃしょうがないわけですから、はい、まあ、世の中にタルダルフといって全部すっぽりこう取れちゃうのもありますから、これは上の蓋が1枚になって、はい、ポコッと取れちゃう、はい、まあ、あれですと重いですし、それにやはり相当剛性といいますか怖さが落ちてしまいますので、うん、真ん中に骨を残してティーバルフにしたのもそういう配慮してますし、うん、またこの周り その骨格ですね、うん、これを非常に強化してあります。この骨、はい、こういう骨、そうです、それからこういう骨、はい、うん、でまあ、結果として、曲げてもねじってもその怖さといいますか、それが大体いわゆる普通のスリードアのハッチバック並みと、そういうふうに私どもは考えております。ああそうですか。一説によるとこの、屋根が取れるようにしただけで、オープンカーに普通のスドカーをオープンカーにしただけで強度が3分の1しか残らないってことね、特にこうねじれに対して。はい、まあそうだと思います。で、スライディングルーフにただ切っただけだと、こう切り抜いただけだと、これでも 30% から 40% ぐらい強度が落ちるって言われてますよね。スライディングルーフではそれほど落ちないと思います。ただ切り抜いた、要するにこう街で素人街道みたいなのをやると、ね、なるほどね、そうなってしまうと言いますね、はい、でこれはそうすると目方が随分重くなりますでしょうね。はい、だいたいこの周りの骨の補強だけで40キロぐらい、はい、それから、まあ、あとこういう屋根ちょっとやっぱ複雑になりますんで、はい、そんなところで10キロぐらい、まあ、50キロぐらいは重量をかけてます。なるほど、はい、そうすると50キロ余計に材料を使って強度を、はい、剛性を保ったと、はい、こういうことですか。はい、で、これはベースにしたものは私は勝手にパルサーを、はい、たくさん流用してるって申し上げたんですが、はい、パルサーと違ってる点はどういうところですか。そうですね、エンジンは同じです、はい、それから足回り、車種回りはパルサーをベースにしてますが、いわゆるチューニングというのを全部やり直しています。
なるほど。チューニングっていうとその味の問題ですかね。そうですね、いろいろ細かいところを味付けしていくという、これはマルチに変えたり、うん、それからいわゆるそのボディとか内装とかこの辺は全くこれ専用でやってる。これそう、はい、まあ、そうです。ちょっとそうですね、エンジンは VTR でもうご覧いただいたんですが、ちょっと上げていただけますか。それでこの車はクイントのインテグラという車がそうなんですが、はい、ツインカムだけ。ツインカムだけです。でもシングルカムのものなんかは使わないです。それはどうしてですか。まあ先ほど来ご説明しましたように、はい、楽しさということからいきますとやっぱりツインカムがぴったりだなということでこれだけにしたわけです。シングルカムじゃ確かありませんか。まあそうじゃありませんけど、より楽しめるといいますか。ああ、はい、そのやっぱりパワーの出方なんか違いますか。まあパワーそれが吹き上がる感じですね。これはツインカムの方はやっぱりそれは嬉しいですけど。なるほど。そして、電子制御の燃料噴射をやってるわけですね。そうです、はい。楽しさついでにターボなんかくっつけちゃおうかななんていうふうには思いにならなかったんですか。まあ我々これで一応目的とする楽しさという感じからいけば必要十分だと思っております。それは確かにターボつけてもっと余裕を出したらそんなような考えあるかもしれませんけど、まずはこれでいいんじゃないかなと思ってます。そうですね、そんなにまあカットンで歩く車ばかりじゃなくてそうですね、気持ちのいい車でいいわけですからね、はい、それが狙いでございます。これはしかしどう見てもこう日本人好みっていうとやっぱり新人類が好きかなというようなもんですが、私は割合に新しい人だと思ってるんですが、もう新人類の仲間ではありませんからちょっと照れくさいような感じがしますね、はい。いくつぐらいのどんな人に日本では乗せようとお考えになったんですか。まあ、やはり若い方が中心になります。今おっしゃったようになったんですが、若い方に限らず、はい、ヤングアットハートといいますか、うん、新しいものにこう敏感で割と柔軟、どっちかというとナウイからですね、こういう方ならば取ってあるくせに若がってるやつ、まあ、言い方じゃそうなりますね。失礼いたしました。それ割と新しいものを受けられる方、あと私は女性にも案外合うんじゃないかなという気がしております、まあ、そういう方に使っていただこうというだけです。これはしかし主な目的は日本の国内でたくさん売ろうというよりもアメリカへ向けて輸出しようという考えが、はい、私は主なんでしょうね。はい、やっぱりマーケットの大きさといいますか、はい、それから申しましてアメリカの方が台数は主体になると思います。なるほど、はい、でアメリカへ行く車、まあ、日本はいろいろなことがあって、まあ、こっちの方がいいんじゃないかというので、はい、この基本型のクーペのールーフと、はい、そっちから向こう のキャノピー、かまぼこみたいな格好のやつと取っ換えることはできませんけども、はい、アメリカへ行くとこれが基準で、はい、でオプションでかまぼこ型欲しいよって言ったらかまぼこも買えるんですってね。はい、今そういうふうにするつもりで。ああ、そうですか。日本じゃどうしてそういうふうにいかないものなんですかね。まあいわゆる法的にやっぱり、進めて考えてまいりますと、これとこれはお互い特会機会は、うん、まあ、できないようにしておくべきだと、まあそういうことになると思います。ああ、はい、できないようになるべきだと日産自動車の開発陣は考えた、そういうことですか。まあ例えて言えばですね、はい、いわゆるその不法改造といいますか、はい、まあ、そんなようなにつながるとかですね、はい、そういうことも考えなきゃいけないんじゃないかと。なるほどね、はい、まあ、不法ってことも改造はできないんじゃない、もういいんじゃないかなと思うんですが、これのテールランプなんか面白いね、はい、ストップランプですか、はい、これはブレーキランプが、ブレーキランプを踏みますとここのブレーキランプの他にもう一つ別にここに付きます。アメリカではこれは規則になりましたね、はい、そうです、ハイマウントストップランプといってアメリカでは法律で付けなさい、はい、そうですね。で日本でも付けていいよ、付けてもいいよということになりますね、はい、今これはいつや三野さんにがおっしゃいました、はい、このランストップランプとテールと別にしたらどうかということの、はい、私は一つの現実体ではないかなという気もしてますが、それで私はね、実は本当にいいことやってくれたってこう褒めようと思ったんですがね、並走のテールランプはここだけだけど、ブレーキを踏むと面積が増えますというのを私主張してるんですけどね、はい、で向こうの方になりますとこのかまぼこ型の、はい、これがハイマウントストップランプはなくなっちゃうんですね。これはですね、
いろいろうまいデザインをやってみたんですが、はあ、どうしてもピンとくるのがありませんで、ハイマウントが、はい、はあ、いっそのことをこの辺にこう隙間を作って、やっぱりこうこっちの尻尾と同じようにこう空気を流すような、ものにしてそこへつけるってのダメですか。それじゃあ高すぎるんですか。ハイハイマウントになっちゃいます。まあちょっとそこまで考えつかなかったってことですけれども、はい、まあこの車いろいろ皆さんこうしたら面白くなるんじゃ、ああしたら面白くないんじゃないかと、いろいろまあご意見いただいてますんで、今後面白くする候補にはちょっと考えてみたいと思うんですけど。なるほどね。まあ、これももう随分思い切ってストッとこう切ったもんですね。そうですね。一頃イタリーでコーダトロンカって尻尾ちょん切れってのが流行りましたけども。あ、そういうのありましたね。ねえ、これ胴体ちょん切れ、はい、で、でこうすると、空気抵抗はどうでございますか。これが面白いことに、こちらのクーペよりもちょっと良くない。まあいいんですよ。若干良くない。ね、良くなるんですかね。で、ここのところで、当然こう空気は下流を起こしますね。はい、渦巻きを作る、ね。はい。渦巻きを作るけど、こういうところをこう空気は舐めますから、静電気を。静電気が起こると埃がつくというような悪循環がございますけども、この車の場合はどうですか。まあ、なんて言いますか、ある程度はやはりそういうことが出てきますけれども、思ったほどひどくはないという感じです。楽しいからいいじゃないっていう感じのもの、まあそういう感じなんですけれどもね、これもまたうまいし、なんて言いますか、格好のいいのができればですね。なるほどね。この番組でね、いろんなそのデザインなどについての提案なんかを視聴者にしていただくといろんな案が出てくるんですけどね、今度それじゃあいい案がありましたら、持ってまいりますから、一つ対応できるものは対応していただけませんね、はい、よろしくお願いします。私はね、一言伺いたいんですが、パルサーの方には四輪駆動もございましたね、はい、これが四輪駆動だったら、もっと楽しくなるんじゃなかったのかなっていうふうに思うんですが。そうですね、一つは、四輪駆動しますとどうしても重くなっちゃいますね、うん、相当重くなっちゃうんですよ、うん、でまあこれ以上その重くすると楽しい走りがだんだん損なわれるんじゃないかなって、少し神経過敏かもしれませんけど、うん、多少そんなことも考えましたし、四輪駆動にしますと後ろの床のスペースどうしても潰れちゃいますんで、うん、今せっかくこれがその TBR ルーフを外して後ろの床下に収められるんですが、またそれを収められなくなるとかですね、まあ、そんなこともありまして今ちょっとためらっております。ああそうですか、はい、うん、でもそのうちきっと川村さんあれですよ、ターボでもくっつけてパワー上げてその分重いのを引っ張らしてやろうかなっていうんで四輪駆動になるんじゃないかなと楽しみにしております。よろしくお願いいたします。時間がいっぱいになっちゃいました。ありがとうございました。コマーシャルでございます。いつもお便りをたくさんありがとうございます。そういつでもの通りやりますが、ちょっと冒頭に申し上げましたシートベルトの件でございますけれども、そのシートベルトの着用義務から除外される方っていうのもいらっしゃいます。妊娠している方、お腹の大きい方ですね、それから隣から隣へ宅配便みたいにこう年中物を配って歩かなきゃならない人、そういう人などは、除外するそうでございます。で、こういう人たちはシートベルトをしていなくても罰せられないんだそうでございますけれども、こんなものに罰金だとか反則金なんてのはつかないように今度はよく見てましょうね。で見ててそうなったら反対しましょうね、本気になって。これは神奈川県伊勢原市の高野茂さんという方からいただきました。ディーゼルエンジンについて質問します。軽油は水分を発生し、あまり多く発生するとフューエルポンプが故障するそうですが、そんなに簡単に故障してしまうものですか。水分の発生を防ぐ方法はないのでしょうかということでございます。国家公務員の方、水分の発生を防ぐ方法はないんだそうですね。そしてなくて、ですからそのいろいろなセーフティーがついておりまして、水たまりができるようになってます。ちゃんとタンクの端っこの方に水たまりができるようになってまして、その水たまりは簡単に取り外して、溜まった水は捨てられるようになってます。それからポンプを傷めるというのは、実は軽油は粘性、こう粘り気がありますんで、その高回転するポンプ、まあそのいろんなタイプがあるんですが、列型だとか回転型だとかいろんなタイプがあるんですが、そこの潤滑の役を成しているわけですね。これが水がいっちまいますと、この潤滑の役をなさなくなるわけですね。それで不具合が起こる。さらに具合の悪いことは、水を吹き込みますとエンジンの燃焼部にも
支障をきたすというようなことでよくないんですが、うまくできてますよこの頃のやつは。そして水がたまると、早く捨ててちょうだいって自動車の方から赤いマークがポッとつきますから、着いたらすぐに捨てれば大丈夫なんでございます。これは三重県鈴鹿郡関町の山本豊さんからいただきました。慣らし運転というものはどういうものか、また絶対に必要なものかどうか教えてくださいと。雑誌等では慣らしの方法を記事で読みますが、本当に必要なものかどうか教えてください。今時の国産車で慣らし運転しなきゃダメだなんていう車は私はないと思いますね。ないと信じております。ですから私もいたしません。しかし過酷な使い方を新しいうちにしてしまいますと不具合が起こりがちなものでございますが、常識の範囲の中で、例えばエンジンの回転だったらば、レッドゾーンへ針を突っ込むようなことをしないで使う分にならば、支障がないと思います。でそんなもんで壊れちゃったものはクレームで直してもらう、もしくは取り替えてもらっていいんじゃないでしょうかね。今時慣らし運転しなきゃならないなんて車ないですよ。ないから日本の車が外国で売れるわけですものね。もう一つぐらい出るかな。これは埼玉県大宮市の中井秀樹さんという方からいただきました。次のものをつけても車検に通るでしょうかというんです。ホーンの音色を変える、ダメです。マフラーの先だけ変える、これはいいでしょう。ブレーキのフラッシャーをつける、あのパチパチっとこうなるもの、あれダメです。テールランプのレンズをスモークにする、とんでもないことです。以上でございます。これから先は、横さんの方でございます。はい、新車情報86からのプレゼントです。自動車専門誌のモーターさん、モーターマガジン、月刊自家用車、カーグラフィック、ドライバー、ルボラン、カミオン、ゴーグル、カーセンサー、ナビ、カートップ、クルマニア、以上12紙の中からご希望の雑誌を抽選で120名の方に3ヶ月間無料でお送りいたします。続いてのプレゼントはこちらです。今あなたのレーシングチームをリードするイワン・カペリ率いるレイトンハウスレーシングチームより、スポーティーなシャンプー&コンディショナー、レイトンハイネスにオリジナルスポーツタオルをセットにして抽選で5名の方にプレゼントいたします。あなたのスポーツディアにどうぞ。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の雑誌名、またはレイトンセットとお書きの上、住所、氏名、電話番号、番組に対するご意見ご感想を添えてご覧の続きまでお申し込みください。なお、発表は商品の発送をもって返させていただきます。おはがきお待ちしてます。来週この時間はトヨタのセリカに DT4 という四輪駆動のスポーツカーが追加されました。で、これ取り上げようと思います。ところでですね、横浜市金沢区カマリア町の江原広美さんとおっしゃいますかね、この方からトルクという言葉の意味などを説明してもらいたいっていうんですがね、河村さん、トルクって言いますと日本語でどうなんですか。日本語に直しますとですね、ねじり力になると思うんですよね。ね、あんまりいい言葉ないですね。ねじり力、ねじる力ですから、表現はですね、1メーターの棒の先にこう先端に何キログラムのこう重みをつけたねじる力かというのを、その表しているわけですね。だから 13.5 キログラムメーターと書いてありますと、1メーターの棒の先に 13.5 キロの力をギュッと加えた時のこのねじれる力を言ってるんですが、車の中ではそのトルクっていうのは力強さの表現になりましょうかね。そうですね、今の結局ねじる力、ね、エンジンのとこから出てきたクランクシャフトが回るねじる力を出して、それが後ろ行って駆動力になるわけですから、ね、はい、で馬力というと速く走る力というふうに言ったらいいでしょうかね。この辺がね、専門家でもなかなかね、で私はね、答え絞ってるとね、あ、知らないんじゃないかとか、勉強不足だとかって叱られるんですが、技術を持ってのは難しいもんですね。車を作るのも難しいでしょうけども、ね、もっとその感じるままに、ね、河村浩一郎、よろしくお願いいたします。今日は河村浩一郎さんにおいでいただいております。